はいどうもゆきです。青春をなぞるパワープロくんポケット9実況プレイ続きやっていきたいと思います。今回は仲間強化とあとはピエロが仲間に加わることですね。そこ狙って切っていきましょう。とカニイベントある、もう一緒に練習するカニ、手加減をしないでカニを、オッケー、一緒に練習して仲間評価を上げていきましょう。っていうか水曜日だったな、水曜だからノックすればよかったな。じゃああとはね、スイマとかも言っとくか。一応聞いてくれユキオ、なんだ俺はついに泳いだぞ。どういうことや、俺はついに泳いだぞ。え、本当か、よかったよかった、ついに小学生を超えたな。うむ、パーフェクト水泳マンとしての輝かしい第一歩だ。一応聞いておくが、何メーターくらい泳いだんだ。えー、バカ者、泳ぐという行為は本来地上を歩く人間にとっていわば空を飛ぶにも等しい行為、距離など問題ではない。じゃあなぜそんな格好をしてる。じゃあ泳いだ時間は、時間など問題ではない。じゃあ場所は、ブギウギ商店街の銭湯だ。銭湯の中で泳ぐな、俺野球の練習するよ。いやまあでもね、まあ第一歩踏み出せてるのか。お、ピエロ来た、今日は絶対に捕まえてやる。ピエロのやつはいた。おい逃げた、絶対に捕まえる、今日は絶対に逃がすか。待てピエロ、これは捕まえてやりましょう。ここまで来ればあの男もガシン、ひ、捕まえた。何この地獄からの死者みたいな捕まえ方。なんだよ、僕が何したって言うんだよ。というか俺が何をした、なんで俺から逃げるんだ。だって顔が怖いじゃん。お前だけには言われたくない。なんで、どう見たって可愛いじゃないか。何をどう見てその結論に達するんだ。まあいい、人の好みに口を出しても無駄だからな。そんなことより野球をしてみないか。そんな磯の誘う中島みたいな言い方せんでも。野球、なんで僕が野球をしなくちゃなんないのさ。お前のボール騒ぎは、ボール騒ぎはじゃない、ボールさばきは見ていてすごいと思った。僕はピエロだからね、あんなのは朝飯前さ。きっと野球をやればそれが存分に生かされると思うんだ。だからうちのチームに入らないか。僕は人を笑わせて人に笑ってもらうピエロだよ。そんな僕が野球をする理由はないじゃないか。笑わせる、笑ってもらうっていうのは人を喜ばすってことだろ。ピエロの能力で喜んでくれる人たちがいるんだ。だから一緒に野球をやろうぜ。ちょっと考えさせてもらってもいいかな。ああ、いい返事を待ってるよ。ちょっとやりたいんですね。興味を持ちましたね。今いいことです。じゃあカニ。おー、一緒に。あれ、カニのパワーアップイベント来ねえの。お、武者来た。すごいパワーだな、全部場外まで飛んでいってる。すごいな武者、やっぱりできるやつだと思ってたんだよ僕。無口で怪しい外見なのにいつの間にかチームに溶け込んでる。それに確かにあいつ僕、俺の枕元に現れたよな武者。うわ、いつの間に来たんだ。あの時はすまなかった。枕元に立った時か。え、まさか俺が寝てる時に現れた時のことを言ってるのか。そう武者、家を間違えた武者。なんだそうだったのか、これからは気をつけてくれ。家を間違えた、だってそんなわけがないだろう。瓦でテントを張るのは俺だけだ。まあ間違いないっすね、これ間違いない。あ、ゆきさん、やあかんたくん、学校からの帰りかい。そうでやんす、後で練習を見に行くでやんす。いいね、応援してくれる人がいるっていうのは非常にいいことですね。で体力低いし特にグラウンドいなかったんで。あ、やっぱりダメ、何条件があるんだ。広く、おお、急に距離縮めてきたよ。広川さんじゃなくてタケミって呼んでくれなきゃやだ。それは人前でも、もちろん当たり前。ちょっと何その彼氏アピールしてきちゃう感じ。いやそこはね、まあいいか、へへ、よし合格。そして2人でなんとなく街をうろつきました。いいね、距離が一歩縮まったよ。さーてガンガン打つぞ。おいちょっと待てよ、打撃マシン使うのは僕が先だろ。何順番を飛ばしてるんだよ。は、お前ピッチャーじゃないか。主戦力である俺が練習する方がチームのためだろ。試合目での時間は限られてるんだぜ。なんだどこの野郎、よそ者のくせにでかい顔するな。いや君は長い顔だけどね。まあでも確かに彼はでかい顔かもしれない、プリンみたい。お、なんだやるってのか。言っておくけど殴り合いなら俺は誰にも負けない自信があるぞ。来いよこの下手くそ、お前らその辺でやめとけ。ジモンの方が正しい、木川はあっちで投げ込んでこい。いやここ木川さんに譲った方がなんかうまくいくと思ったんだけどね。なんであの態度、まったくお前らが不甲斐ないから俺たちが助けてってんのに。少しぐらい感謝の気持ち。おい黙れ、余計なことは言わんでいい、さっさと打ってこい。えいへい。あー、こりゃまずいな、ちょっと仲間の間で亀裂が走ってますね、非常によろしくない。さあちょっとでも練習しないと、自分一人でチーム全体が強くなるわけじゃないけど少しでも。これピエロイベントですね。あのさあ、うお、ピエロ、
その顔で突然現れたら驚くじゃないか。失礼だな、この顔のどこを見て驚くのさ。いや、全部。僕の顔はいつ見ても怪しくて可愛いのに、いつ見ても心臓が止まりそうだ。いやでもこれで全員集まったな。そんなことよりどうしたんだ？この間の返事を言いに来たんだ。うちのチームに入ってくれるって話か？でも結論を言う前に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？なんだ？本当に野球をやったらみんなは喜んでくれるのかな？前に言ったようにピエロの動きを見てチームの仲間は喜んでくれるさ。本当に楽しませることができるのかな？できるさ。本当に。ピエロ！え？しっぱし。いきなりボールを投げるなんて危ないな。何するんだよ。すごいじゃないか。この距離であの速さのボールをキャッチするなんて。こんなの簡単だよ。今の動きは俺が観客なら拍手してたな。同じチームなら飛び上がって喜んでたぞ。そうなの？ああ、これだけでピエロはみんなに喜んでもらえるんだ。わかった。僕入らせてもらうよ。こんな僕でももう一度みんなに喜んでもらえる場所があるなら。いや、ちょっとね、悲しいですよね、このセリフも。もう一度みんなに喜んでもらえる場所があるならってね、再チャレンジしたいって話ですからね。ああ、よろしくな、ピエロ。よし、よし、よし、よし。仲間、全員集まりました。いやー、よかった。いや、ほんとよかった。いや、ほんとよかった。これね、一応仲間全員集めないと精神なんないかなと思って目標ではあったんですよ。ただ武者がほんと難易度高いので、全部ランダムなんで。しかも、タケミ攻略の場合はタケミと同棲する前に武者捕まえないといけないし、前半限定だからほんと難易度高かったんですよ。よかったっす。で武者強いからな、あいつ結局。いると助かるんだよな。じゃあタケミちゃん。なあ、どこかに遊びに行かないか？あ、今日はダメ。カシミールの、ああ、そっか、店番をしに行く約束なんだ。それしょうがないですね。ただいま、お帰り。あれ？本当に家でゴロゴロしてたの？いや、グラウンドで汗を流してきた。いいですね。頑張ってますね。こういう頑張ってるところを女性は結構評価してくれるんですよね。ちゃんと見ててくれてる。お、ピエロがいる。おい、ピエロ。おい、ユキさん、何？暇だろ？暇なんだろ？おいおい、失礼だな、お前。そうだね。別に用事はないけど。おーおーおー、合ってたな。じゃあ俺と一緒に練習しようぜ。いいよ。でもなんの？そうだな。じゃあキャッチボール。うん、いいよ。じゃあ僕から投げさせてもらうよ。おう、じゃあ行くよ。キリッ。おう、いい感じだぞ、ピエロ。じゃあ次は俺だな。うん、いつでも OK だよ。OK、OK、OK。やる気がちょっとずつ上がってきましたね。これやる気はなるべく高めに保ちたい。じゃあ、タケミちゃんデート。じゃあね、ミルキー通りでも行ってみようか。東禅町から電車で20分か。8で出てたあのミルキー通りです。すごく人が多い場所なの。逆に言うと8の街から20分でここなんですよね。ここも商店街って言うのかな。ブギウギ商店街とは全然違うけど。いや、繁華街って言うんじゃないか。ここで買い物をするのかっていうか何？出かける時の服装それなのお前。それで電車乗ったの？相当見られるよ。まあね、都会じゃなきゃ手に入らない情報とブツがあるのさ。で、俺がここにいるわけは？え、何言ってんの？そもそも誘ったのあんたでしょうが。そういえばそうか。どうも場違いな気がして。まあその服装だとね、私服一着買えば場違いね。ユニフォーム姿の方がまだ良かったね。次からはそうしよう。帰って落ち着かない。あー、やっぱり都会に出るからってわざわざその格好にしてたんだね。普通の服はこれだけだからな。いや、そんな砂吹きみたいな服普通じゃねえから。全然普通じゃねえ。ハンサムゲージ下がった。やだやだやだ、ハンサムでありたい。じゃあノックします。 16% 怖いぞ。大丈夫か？大丈夫か？ OK、 よかった。今日から夏祭りでやんす。ゆきさんも行くでやんす。そうか、夏祭りに行くのか。俺も後から行くよ。わかったでやんす。あは、子供ってのは無邪気でいいな。椿、何をしに来た？決まってるだろう。商店街の一大イベント、夏祭り。そいつを今からぶち壊してやるのさ。そんなことはさせない。そうだな。なんならやめてやってもいいぜ。何？なあ、お互いスマートに行こうぜ。俺はお前が邪魔だし、お前も俺が邪魔だろう。だから勝負して、負けた方がこの商店街から手を引くってのはどうだい？いいだろう。それで、ここで勝負するのか？もっと勘違いするなよ。スマートだ、スマートに行こうぜ。勝負は野球で決めようじゃないか。何？今度コアラーズとビクトリーズの試合があるじゃねえか。お互いに助っ人らしく自分のチームの勝敗で決めるんだよ。野球の勝負か。いいだろう。その勝負乗ったぞ。はあ、勝負か。こいつと強いんだよな。忘れるなよ。試合で負けた方はこの商店街から手を引くんだぞ。そして、あ、ゆきさんも来たでやんすね。いや、夏祭りいいよね。好き。いや、マジで夏祭り好き。なんかさ、近所の小学校とかで自治会の方がやってる夏祭りとかが一番好きかもしんない。安いし。結構楽しそうだな。あれ？
さあ運試しをしていかないか。1回たったの500円。ジモン何をしてるんだ。何っておみくじだよ。おみくじコリントゲーム。いやそれおみくじじゃねえから。つまりアルバイトか。ちゃんと商品もらえるんだからさ、やってってくれよ。おじさんやってみるでやんす。まあ、じゃあやりましょう。でこれ下画面必要ですね。下画面だけになっちゃった。ちょっと待ってね。こう下画面出して、まあコリントゲームなんでピンボールみたいなのでピンって弾いて、これ見にくいな。上持ってとくか。ピンって弾いて、この2点とか3点とかを取ればいいだけの話です。で A ボタンを押すな。あ、ホルヒス来た。ちょっと待って、ちょっと解説したい。あーやばい、イタチ人形も来てる。あ、危ない危ない。ナイス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 。イタチ回避、あぶね。いやお前ホルヒスの隣イタチはダメだろ。このホルヒス人形を取るとアイテム確定なので、あとは、あーマイナス取っちゃった。アイテム確定なので、あとはなんとかいいやつを取っていきたいんだけど、あとこの丸の中に、あーマイナス3って取った。うわ最悪。どんだけマイナス取ったの今。マイナスオンパレード。次、あホルヒスいる。あー違う、ホルヒス取れ。ホルヒスはプラス高いんや。あーまあ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 いいでしょう。ホルヒス取ったし大凶回避したから、まあこれでいいでしょう。いやーでもあんだけ凶取ることあるみたいな。石地か。お、よく飛ぶ。あとこれはありがたいですね。パワーが上がりやすくなる。まだ花火があるでやんす。え、花火。商店街にしては豪華だな。そして自主的な花火大会ね。こういうのが一番綺麗なんですよ。手の届く幸せが一番です。次は打ち上げ20連発でやんす。祭りは派手にやらなきゃ。いやでもこういう商店街いいですよね。今かなり商店街とかシャッター下ろしちゃって少なくなってきてはいますけど、こういうとこ大事にしたいですよね。じゃあ河川敷。聞いてくれユキ。あ、聞いてるよ。俺は野球を本格的に頑張ることにした。最初から頑張れよ。え？それは結構なことだけど、どういう風の吹き回しだ？水泳だともったいないからな。なんだって？この美しい肉体を見ろ。見たか？見たか？嫌になるほど見たから、そろそろ話を進めてくれ。水泳だとこの美しい肉体が見えないじゃないか。は？水中に入ってしまうからな。その点野球だと市場にいるし裸で大丈夫。いや全然ダメだって、ユニフォーム着るだろ。そのぐらいいいじゃないか。細かいやつだな。全然細かくない。試合中はユニフォーム着ろ。分かった分かったよ。違う、なんだよ、せっかくやる気を出してたのに。そのやる気は明らかに方向間違ってるぞ。そんなに見つめるなよ。ふっ、照れるぜ。見てねえよ見てねえよ。やめろやめろ悪夢。じゃあたけみちゃんデート。さあ金曜日だからデートできるよね。河原行ってみようか。散歩しましたと。特に特別なことはなしか。 OK。 で7月7日なので、ここは喫茶店行きます。七夕イベントがあるんでね。ご主人様、これをどうぞ。ん？なんだこれ、紙とペン。そうです。今日は何の日か知っていますか？あ、そういえば今日は七夕か。だから紙とペンなんだな。そうです。それでご主人様には衣装を書いてもらおうと思ってます。いや衣装短冊に吊るすなよ。違う、衣装を笹に吊るすなよ。織姫と彦星を祝ってやれよ。血祭り真っ赤だな。冗談じゃない。ちゃんと後で竹を流すから、ゆうきさんも願い事を書きなよ。本格的ですね。そうだな、何を書こうか。じゃあこれはね、これはまあ強くも金持ちになりたいけど、やっぱ一番は純と仲良くなりたい。っていうかほんと純攻略できないのバグっしょ。いやパワポケ14で攻略できるようになるけど違うんだよ。9の主人公でこの状態で純を攻略するからロマンがあるんじゃん。ね、絶対わかる人いるこれ。純と仲良くなりたい。もうこれにしよう。何を書いて。何書いてるの。思いついたことを書いてるだけだけど、願いなんて自由に書いていいんだから別に何でも構わないだろ。いやそうだけど、照れ顔の純ちゃん超可愛い。そういう問題じゃなくて、その、今日は俺が主導権を握ってるぞ。普段散々こいつには好き放題言われてるからな。今日ぐらいは上に立たせてもらおう。まあ純、気にしなくてもいいぞ。これはただの願いだ。叶わなくても仕方がないさ。いやだけど照れてる。こんなのを見たからって今まで通りにな。今まで通りここで。私もゆうきさんとこれまで以上に仲良くなりたいな。何言ってんだ。私もね、ゆうきさんと仲良くなりたいって短冊に書いたんだ。嘘だろ。2人が一緒に同じことを書いたんだもん。願いはきっと叶うよね。叶えてやるぞ。いやそれはうわー、へたれ。あ、逃げた。私をからかおうなんて100年早いわよ。まあだけど、その願いは叶えてあげてもいいよ、織姫さん。いいね。もうちょっと純ちゃん好きですね、僕のこと。次の試合はどうだい？勝てそうかね？はい、まあ、勝てる可能性は高いですね。
おいおい、なんだよ、それならもっと嬉しそうにすればいいじゃないか。ね、会長さん、これでいいんですかね。商店街に全然関係ない連中が9人もチームに入ってきて、昔からやってる人間がレギュラー外されてる。まあ、レギュラー人数いるもんね。ピッチャー複数いるからあれだけど、今のビクトリーズは俺たちのチームじゃなくなってるんですよ。いや、しかし助けてくれるっていうのに断ってるってのもね。分かってますよ、まずは勝利ですよね。いや、ちょっとまずい展開ですよ、これは。仲間との関係が非常によろしくない。じゃあジモン、兄貴何してるんだよ。いや、何、この草食えるかなって考えてたんだ。あー、それはダメダメ、食ったらお腹が痛くなる草、よく知ってんな。あ、やっぱりそうか、前に食べて腹痛になったからな。あれ、じゃあ前に食べてて懲りてないの。その時はたまたま体調が悪かったのかもしれないじゃないか。食べるならこっちの草だよ、栄養もあるし、醤油をつけたらなかなかいけるんだ。こいつ経験あるな。そうか、ありがとう。どうしてそんなに詳しいんだ。寺で勉強したんすよ、草も料理に使ったし。そんなことも。でもそんなこと知ってたって全然役に立たないっすよ。欲しいものなら何だってお店で買えば手に入るんだから。そうかな、俺には十分役に立ってるけど。外の世界でそんなこと言ってくれるのは兄貴くらいです。外の世界、俺ずっと寺で生活していて、お寺の外を全然知らなかったんだよ。え、一歩も外に出てないの。それもすごいっすよね。そうっすよ、俺女の人の存在すら知らなくて、ずっと宇宙人だと思ってたくらいで、ビームが出るとか思ってたし。チクビーム。え、ビーム？もちろん今はそんなのは出ないって知ってるよ。それより人参作りたいな。人参？小心寺じゃ食べるものをほとんど全部畑で作ってたんだ。芋とか大根とかトマト。あー、懐かしいな。その寺での生活の方がひょっとしたら外の世界よりもまともなのかもしれないな。まあ、健康的ですよね、そっちの方が。何でもお金で手に入るなんてつまらないじゃないか。そうだよな。ところで虫って食っても大丈夫かな。物にもよりますけど。いや、今昆虫食とかありますよね。でもこれは食えるかな。カナブンは臭いかな。それはやめた方がいいかな、さすがに。お腹空いてても木の実とか、っていうかタケミちゃんにお前今養ってもらってんだろ。いや、グラウンド。おおい、カニ、こんなところで何やってるんだよ。フグ、あ、フグを見ればわかるだろ。野球だよ、野球。組織に戻ってこいよ、みんな寂しがってるぜ。俺もう悪の組織やめた。なんだって？だって虚しいかに？世の中どんどんバイオレンスになって街中でドンパチやってんのに、俺たちだけ、カニカニカニってバカみたいじゃないかに。まあそれはそうだけどさ、俺たちでなきゃできないことがあるって思わないか？思わない。じゃあ俺はこれからノックだから。バカ野郎、お前なんて鍋で煮られて食われちまえ。いや、カニ食いたいな。いいカニよ。野球の方が楽しいし、どうせカニの化け物が暴れたって子供にバカにされるだけだかに。いや、世知辛い世の中、怪人が生きづらい世の中っすね。悲しい。あ、またカニいる。いろいろと考えたであります。何かに？立場上こういうことを言うのは何なのでありますが、だから何かに、悪の組織をもう少し頑張って続けてほしいのであります。お前警官だろ。え？どうしてカニ？いや、なんというかその、なんだか夢がないんですよね。カニ？私、警察官になって世の中の正義を守りたかったのであります。でも現実にはつまらない日常勤務の繰り返しで、一番辛いのはどこででもそうなのではないかということを考えてしまう時なのであります。だから世の中のどこかに世界征服を目指している妙な連中がいてほしいと思う次第であります。まあ悪がいないと正義は役割果たさないからね。やらせでシナリオがあって、デキレースでマッチポンプでも、あまり良くはないですが、なんとか妥協します。何しろ本物の怪人なんですよ、君は。はあ、そうなんだよな。俺って本物の怪人なんだよな。自覚ないんだな。いじけてみたってしょうがないかに。よし、俺もう一度ちゃんと怪人やってみるかに。子供が怖がって泣き出すようなやつ。おお、それです、それ。あ、でもやりかけのことはちゃんと終わらせるかに。今年いっぱいはビクトリーズで野球頑張るかによ。いいやつなんだよな、カニ基本。あー、それでこそ怪人さんだ。いや、どうなのそれは。なんだか無意な日々が急に色づいてきたかによ。赤色に。よし、頑張るかに。オッケー、パワーアップナイス。よしよしよし、よかったよかったよかった。選択肢合ってたんだ、じゃああれ。おお、よかった。結構ビビってた。もうパワーアップしねえんじゃねって。え、ノック 15%。 いや、いける。怪我すんなよ、本当に。頼むよ。オッケー、ナイス。ノックはできる限りしておきたいですね。じゃあ、タケ、いや、どうだ、イベントカニか。じゃあ、オッケー。タケミちゃん、じゃあね、今行ってない、遊園地行ってないっすよね。ここが遊園地だよ。うわー、すっごい。そんなに珍しいのか。そうじゃなくてさ、フライボンさん、お金あるの？ここって入場料だけじゃ遊べないよ。さあ帰ろうか。笑顔。笑顔でそんなこと言うな。ちょっと、お金は出してあげるからカムバーク。完全に紐。完全に紐。いやー、これで生きていけるってハンサムは羨ましいぜ、まったく。
じゃあもう一回タケミ、あぶね、バンザインしてた。もう一回タケミちゃんで、そうね、河原。河原特別なイベントまだ来てないっすよね。なかったかな。いや、あると思うんだけどな。タケミちゃん、じゃあミルキー通り。都会の喧騒を楽しんだ。でも好感度そこそこ上がってない？今40ちょいありますね。じゃあスイマ。なあスイマ、お前今は予備の投手だけど、投手以外のポジションもやってみたいと思わないか？例えばな、プールとか。お前にはこの水泳で鍛えられたたくましい腕が見えないのか？ちっとも泳いでないじゃないか。間違いない。この長くてたくましい腕から放たれる剛速球はまさに狂気。そして同じく腕の振りを利用したスローカーブの落差は殺人的。そしてこの美しい肉体の投球フォームは優雅そのもの。お前はそんな生ける芸術作品に転がるボールを追いかけるしか技能のないかっこ悪い野手をやるというのか？おいおいおい、野手の皆さんから批判食らうぞ。だが飛んできたボールを取るのはかっこいいぞ。連携プレーも芸術的だしな。それにバッティングだって却下だ。どうして？なぜなら捕球も送球も打撃も俺は苦手だからだ。うん、正直でいいと思う。うん、正直に言うだけいいと思う。うわ、観客がいっぱい来てる。見てる人がいっぱいいるよ。こんなにお客さんがいると僕緊張しちゃうな。まだ大して宣伝もしていないのにどういうことなんだこれは。ふふふ、見たか、ジャッジメントスーパーの力を。この試合の各イニングでもらえるスタンプを集めると商品が最大で 40% 割引になるのだ。でけえな割引。でも大丈夫ですか？この割引率大赤字ですよ。ははは、君が気にすることではない。あ、申し訳ありません。いや、相当きついんだろうな。お前ら何ボケっとしてるんだ。さっさと試合前の練習を始めるぞ。でも観客が、は？高校野球の甲子園に比べれば無人みたいなもんだ。それはとっとと行け。おい、ゆき。はい。よし、お前はちゃんとしてるな。いいか、今日のお前は試合全体を見ろ。何しろキャプテンなんだからな。全員を操作しますと。うん、いい日だ。貧乏臭いゆきの野郎と貧乏臭い草野球チームに引導を渡す日にしちゃ上出来だ。おじちゃん頑張って。よし、みんな、この試合が商店街の正念場だ。絶対に勝つぞ。おう。ここで前半が終了ですね。じゃあ今回はここまでにしておきましょう。次回試合を、まあ無事クリア、勝って、商店街を、まあ盛り上げて後半戦突入したいと思います。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価、コメント